物語シリーズ新作アニメーション制作決定おめでとうございます。もうファンの方ですね、非常に喜んでいるんじゃないかなと思っている次第でございますが、ここで私カミングアウトさせていただきます。アニメ系 YouTuber としてかれこれ3年ぐらい活動してきているわけでございまして、毎年毎年ですね、何本も何本もアニメを見てアニメのことについてあだこうだ言ってる私でございますけれども、物語シリーズ見たことございません。全く見たことございません。マジでなんかもうアニメオタクだったら物語シリーズ見てるよねみたいな空気感あるじゃん、あるじゃないですか。全く見てない、マジで見てない、ガチで見てない、ほんまに見てないっていうところで、まあ私のチャンネルをですね、昔から見ていただいてる方はですね、薄々気づいてると思うんですけど、私ね、昔の作品ほんま見てないんですよ。なぜなら2018年からアニメオタクを始めて、でもほんま2018年からの作品しかほぼほぼ見てないみたいな感じなんですよね。だからこそ、去年かな、一昨年ぐらいだと思うんですけども、もう言うね、トラドラ見ましたとか、ね、鈴宮春日見ましたとかいう動画を出すわけですよね。ガルパンも見たことございません、みたいな動画出すっていうことで、ほんまに過去の作品見てないんですね。で、有名でも見てないみたいなところがあってですね、この物語シリーズ最新作決定というビッグウェーブにも乗れないでいるんですけど、もうこの機会にね、私が見てない、そのアニメ史の歴史に残るようなめちゃくちゃおもろい作品をね、どん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 カミングアウトしていきまして、ぜひ視聴者の皆様にもうプレゼンしていただきたいですね。これは見た方がええぞと、なんで見てないねみたいなところですね、言っていただければなと思いますっていうところで、今回はですね、適当に検索したところですね、絶対に見るべき神アニメ、アニメ史に残る名作ランキング20選っていうですね、ブログがございましたので、そちらに載っている作品を私がどれだけ見ているかっていうところをお話ししていきたいなと思います。で、ちなみにこのブログを書いている方のですね、評価ポイントとしましては、まあ、流行知名度であったり、アニメ界への影響力であったり、あとはまあおすすめ度、万人向けかっていう、そういったところをね、軸にしながら、まあ、ランキング作りましたよっていうところでございますので、このまあ20選の中で私が何作品見てるのかっていうところですね、皆様にまあ伝えていければなと思います。まず、第20位です。第20位、獣フレンズというところで、まあ、バカほど流行りましてですね、まあ、社会現象になったんじゃないかなと思いますけども、まあ、獣フレンズ、私は、視聴しておりません。まあ、一切視聴してない。獣フレンズ、全く見たことない。もう、ギューしか知らんっていうところでね、どんな話かも知らないのが獣フレンズでございます。まあ、昔働いてた会社の先輩がね、めっちゃ好きやったからご利用しされてたんですけどもね、まあ、獣フレンズ見たことない。次、第19位、おそ松さんというところで、まあ、これは不女子の皆様に大人気な作品なんじゃないかなと思いますが、おそ松さん見たことございません。はい。一話も見たことない。はい。全く知らない。どんな話かを知らない。その、おそ松くんとおそ松さんの関わりすらも知らないっていうところで、全く存じ上げません。はい、次、18位。マクロスフロンティア。まあまあ、非常にね、人気で有名な作品かと思いますが、マクロス私、見たことございません。はい、マクロスも全く知らない。マクロスもミリ集なんですよね。全然知らないんですよね。申し訳ないなと思っております。次、第17位、クラナドというところですね。もうクラナドなんてね、もう泣けるアニメといえばみたいな、めちゃくちゃ紹介されてると思うんですけど、クラナド私、見たことございません。はい、クラナドもね、だからキー作品をほぼほぼ見てないんじゃないかなって個人的に思ってて、キー作品でだってさ、私が見てるのって、エンジェルビーツでしょ?シャーロット、神様になった日でしたっけ?あとなんか去年だか一昨年だかやってましたよね、キー作品なんかやってたかなって思うんですけど、ほんまに全然見てないね。キー作品も見てない。で、クラナドもほっと見てない。申し訳ないですけど、視聴しておりませんっていう。ところです。はい、第17位、広角機動隊っていうところでね、この広角機動隊私、視聴しておりません。まあ、視聴しておりませんっていうか、子供の頃見てた。子供の頃アニマックスで放送してたんで、まあ、見てましたけれども、やっぱもう全然真剣に見てないというか、流れてるから見てるぐらいやったんで、全く内容知らないっていうところでね、広角機動隊も、もう全然わかんない。ミリ集でございます。次。第15位、白箱というところでね、まあ、この白箱は、
ります。はい、白箱はもう当然 PA ワークスさんでございますから、もうちゃんとね、あの視聴させていただいておりますと、いうところで白箱は見ました。ちゃんと劇場版も見てますっていうところです。はい、次第14位ラブライブ見てます。はい、ラブライブは見てる。ラブライブを見て、ラブライブサンシャインも見てね、ラブライブスーパースター、まあ、虹ヶ崎とも見てますわ。はい、しっかりと視聴させていただいております。はい、次第13位、ユーリオンアイスというところで、でもね、続編発表してなかなかないやんけみたいな作品でございますの、ユーリオンアイス見ておりません。はい、ユーリオンアイスを見てないですね。もう皆さん気づきました。ちょっと貯めたら見てないって言いますからね。はい、ユーリオンアイスもちょっと私ごめんなさい、ミリ集でございます。次第12化け物語ということで、まあ見ておりますね。はい、物語シリーズごめんなさい、本当に全然見ておりません。はい、次第11位、ソードアートオンラインっていうところですね。このソードアートの部分、この前もねやってましたもんね、地上波で。びっくりした、と思って、地上波でソードアートオンラインやんのみたいなところでございましたけども、ソードアートオンライン SAO 見ておりません。ソードアートオンラインは全く見てないけど、あの映画のやつあるじゃないですか、ソードアートオンラインをなんかアスナ視点で描きましたみたいな、プログレッシブみたいなやつ、あれは見てますよ、映画で見ますけど、あのテレビアニメシリーズのソードアートオンラインは1話も見たことがございます。はい、次第10位、軽音っていうところでですね、まあ軽音ね、もう一昨年話題になりました。ボッツザロックキララでね、跳ねましたから話題になりましたけども、軽音に関しては私見てます、見てます。はい、ちゃんとしっかりキララですから、はい、視聴させていただいております。次第9位、リゼロから始める異世界生活。これね、リゼロね、有名ですけど、私どうですかね、リゼロはね、見てますね。はい、リゼロはもうしっかり見てます。はい、めちゃくちゃ、私がアニメオタクになってもう見た3作品目ぐらいかもしれないですね。はい、リゼロはしっかりと視聴しております。次第8位、鈴宮春日の憂鬱というところで、まあ去年だか一昨年だかね、視聴させていただきました。めっちゃ面白かったです。次第7位、進撃の巨人は見てます。進撃の巨人はもうちゃんと視聴させていただいております。第6位、魔法少女マドカマギカ、マドマギね、物語シリーズもシャフトさん、そして、マドマギも、シャフトさんと、まあ、そういうつながりがございますけどね、マドマギ、私なんと視聴してます。マドマギもしっかりと視聴させていただいております。はい、面白かった。次第5位、フェイトシリーズって、どれもフェイトシリーズいっぱいありますからね、フェイトステイナイト無印からフェイト UBW ね、フェイトゼロやら、フェイトゼロ今再放送してますけども、フェイトゼロやらね、ヘブンズフィールやら、何々いっぱいありますけども、フェイトシリーズに関して私見てます、しっかりと見てます。無印から見ました。無印が正直いっちゃおもろい、マジでいっちゃなんかフェイトしてるなって思うっていうところで、フェイトシリーズしっかりと見ております。第4位、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、あの花ということで、私あの花に関しましては見てます。あの花が私今いろんなね作品視聴させていただいておりますけど、もういっちゃ泣いたかもしんない、アニメで。まあ、わからんよ、クラナド見てないから、私クラナド見てないからあれなんですけども、今まで私が見てきたアニメの中ではあの花を超えるね泣きアニメはない。めっちゃ泣いた、マジで意味わからんぐらい泣いた。もう見つけただけのあのシーンだけでも泣けるもん、マジでめっちゃ泣く。あの花はいいですね。次第3位、シュタインズゲートというところね、下毛ですよ、下毛、下毛私見たことあるのかいないのかいね、どっちなんだいっつってね、あーないんですよ実はね、マジで下毛もないんですよね、全く見てないっていうと、いや見たいんですけどね、下毛もね見たいなと思いつつっていう感じ。次に鬼滅の刃見てます。はい、第1位、コードギアス反逆のルルーシュというところでね、これが第1位らしいですよ、このブログの中では。もうアニメ史のね歴史に残る神アニメ第1位、コードギアス。コードギアス私なんと見てません。コードギアスも見てないと、いうところで、もう全然見てないでしょ私、マジで過去アニメ全然見てないんですよ、名作と呼ばれる作品をね。全く
見てなくてですね。で、この中にないですけど、シンフォギアとか私見てないですからね。全然見てないっていうところで、まあぜひともですね、今挙げた作品の中で私見てないよって言った作品、これは見た方がええぞと。なんで見てないんボケーみたいな。ありましたら、ぜひともですね、面白さっていうところをプレゼンしていただければなと思いますし、まあ、この中になくても、いや、これはアニメ史に残るんだと。で、お前は見てなさそうやなっていうね、作品がありました。てか、多分過去の作品ってほぼ見てないんで、はい、ぜひともね、コメント欄で教えていただければなと思います。ぜひ皆様の熱いプレゼンお待ちしております。というところで、以上で動画終わりたいなと思います。チャンネル登録するかどうかお任せするんですけど、押すのかどうかになると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけますと幸いです。ハッピーラッキーみんな届けて。